我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。というわけでレディオクローゼット、今回が100回目ということで、前回のラジオでもな少し話したんではあるけれども、まあ、ちょっとこれまでのことをまあ振り返ったりとかしながら、まあ、こうレディオクローゼットをこう始めたきっかけだったりとか、まあ、その間どんなことがあったのかみたいなお話を、今回はまあこの100回記念というこの回、まあ、特別な回としてお話をさせていただければなと思っておって、100回を迎えられたっていうこと、それをこうみなとな、もう一回ちょっと振り返ってみたいのと思ったので、もしよければお付き合いしていただけると嬉しいのであるぞ。あとはな、魔王からちょっと大切なお話もさせていただければと思うので、ぜひ最後まで動画を見ていただければと思うので、よろしくお願いいたすのである。レディオクローゼットの第1回が始まったのが、2020年の1月31日、ちょうど我が丸2年活動を続けた時に始まったラジオ番組だったんであるな。で、まあ、これが、どんなラジオ番組かといえば、まあ、これまでは、お絵描き講座を出すっていうのを基本的な活動にしておったが、そういう絵の技術的な問題を解決すれば、皆がきっと絵を描くことを楽しんで、絵を描く苦しみから解放されるだろうと思って、我はずっと活動してきておったんだけれども、でも実際のところは、どれだけ技術を学んでいても、心を病んでしまっていては、絵を描くことすらままならない。絵を描くっていうこと自体を嫌いになってしまうということを、起きている方々がたくさんいると。それはやっぱりその2年間の中で大きく感じることがあって、じゃあ魔王に何かできることはないのかのと思った時に始めようと思ったのが、このレディオクローゼットなのであった。だったので、割とほんと最初、これは結構明確に覚えてるんだけど、最初の12回目ぐらいまでは、まあめちゃくちゃ見てもらえてなかったなっていう記憶が、今でこそ本当にな、アーカイブ最初から見直してますとか、こう作業のお供にずっと流して聞いてますなんて言っていただけて、ありがたいぐらいたくさんの方に聞いていただけるようになって、その結果本当この100回目まで続けることができたと言っても過言ではないんだけれども、だから最初は本当に動画投稿しても、まあ本当コメントもなければ再生も伸びないってなって、これはなんか我がやる意味あるのかのって、まあ、ずっと悩んではいたんだけれども、でもきっとこれは悩み続けていても仕方がないと、こういう継続的にやっていくコンテンツというのは続けて初めて意味があると、ちゃんとこの魔王はこのレディオクローゼットというラジオ番組を続ける気があるのかどうか、 3,4 回やってポンって投げ出すんじゃないのかとか、適当なこと言って休み休みになって動画の投稿感覚だって遅れちゃうんじゃないかと、今でこそな週2週3で動画投稿しておる魔王ではあるけれども、まだ2020年の1月ぐらいの頃っていうのは、それこそ月に1本講座動画を出すか出さないかとか、そのぐらいの実は投稿頻度だったんであるよ。まあどうしてもその配信という活動が、いわゆる VTuber という界隈では当たり前で、まあそれをすべきだとは思っていてもなかなかうまくできなかったり、我が本当にやりたいのはそういうことなんだろうかとずっと思い悩んでいた時期でもあったので、何かちゃんと動画で定期コンテンツを作るものをやろうと思って、それであのラジオ番組を始めたっていうのがあって、まあなので最初期はあんまりサムネも凝らないとか、まあ編集もあんまり頑張らない。まあそれは今もうそこまでではないのかもしれんのだけれども、なるべく自分自身に負担をかけず、無理なく続けられるようにしようという感じで始めたのが、まあ、レディオクローゼットでもあって。そうじゃないとな、やはり週に一回決まった日に動画を出すっていうのが、なかなかできないなと思っておったので。だけれども本当に、その多分12回目ぐらいかな、からが境で本当にたくさんの方からお悩みの相談をいただくようになって、で、それを本当一つ一つできる限り、似たような質問はひとまとめにできるようなものであればして、で、どうしても、複雑なお答えでも、この方がわざわざ魔王の元にそれを求めてきたってことは答えなくてはいけないんだな、と責任を感じることがあって、それをすごい、だいたい毎回水曜ぐらいには、いただいた質問の中からどうしようっていうのを決めて、で、木曜の間中、その質問のことをずっと頭の片隅に置きながら、どう答えるべきか、どんな風に言ったらみんなに少しでも届く言葉になるんだろうかって思って、それで、それをだいたいこう、スマホのメモ帳とかにな、バーって書き留めて、で、そこから大まかな台本っていうのを作って、基本的にはだいたい台本というかその大まかな流れだったり、これは絶対言う、これを言い忘れちゃいけないとか、こういうフォローをちゃんとするみたいなことをメモしたものを見て、毎週こうやってお話をさせていただいておるっていう形で、時々な、本当に数回例外を除いて、基本的にそういう台本を読ませていただいて、で、そういう例外の時は、どちらかといったら我がそのいただいた質問に関して、どういう感情を抱いているのかっていうのを、
なるべくわかりやすい言葉で、そして嘘はつかずに話そうと思っておったのである。こういうな、よくこう、絵のお悩み相談みたいなのって、結構綺麗事な答えをされることが多いなって思ってて、本とかいろんなテレビとか、まあ、そういうものを見てて、それが悪いとは言わないけれども、そういうのって、多分質問された方もわかると思うんであるよ。ああ、なんかこの方は、綺麗に取り繕おうと、世間一般で言われてる一般的な回答を施そうとしているんだなと。でもそれだと、わざわざ我に質問フォームに質問書いて送ってきてくださった方の本気に対して向き合っていないなって思って。なので、必ず我の考えとか、一般的にはこう言われている。けど我はこう思うっていう気持ちを、できる限り、明け透けにというか、素直に言うようにしてきたのである。そうじゃないと、きっと本当に大事な言葉っていうのは響かないと思ったのでな。でも本当にそういう風に、まあ、答えたおかげでなんていうつもりもないけれども、そうやって答えていた中で動画のコメントとか、また質問のフォームの方に質問に答えていただいてありがとうございましたっていう感想をいただけるようになって、本当にそれをやれてよかったなと、我がみんなのお力になれてすごくよかったなって思えるようになれて。だからこそ、この2年弱続けてこられて本当に良かったなって思ったんだけれども。まあそれと同時に多分活動を始めて、多分このレディクロの投稿を始めて半年ぐらい経った時ぐらいだったのかな。まあずっといわゆる追いかき講座とか、そういうものを含めて、たくさんの方に見てもらえているっていうのも含めて、ずっと我の心の中にあった小さな闇というか、悩みというか、払拭できない汚れのようなものが出てきて、まあそれが何かといえば、魔王なんかがこんな質問に答える資格があるのかと。魔王にその方の悩みを解決できる、もしくは解決できるような素振りで話す権利があるのかと。資格があるのかと。ずっと胸の中でそれを言われ続けているっていうのを感じることが多くなって。正直なことを言うと魔王だってたくさんいろんな悩みを抱えておるし、納得いかないこととか割り切れないこととか、頭の中ではそうするべきだと思っていても、うまく実行できないこと、苦しんでしまうこと、人を憎んでしまうこと、たくさんあって、それはどうしても絵を描いていると起きてしまうことだ。だからこそそれをうまくコントロールしなくちゃいけないと、皆に言い聞かせたり、我自身にもそれを言い聞かせるようにしてきていても、どうしてもそういう嫉妬や妬ましい、醜いという心の気持ちを払拭することは完璧にはできることはなくて、そんな中で皆の質問に答えているっていう魔王が本当に続けていいのかとずっと悩み続けておって、きっとな、このラジオを聞いてくださってる方々はそれでも続けていいときっと言ってくださる方もいるかもしれないし、そうじゃない方もいるかもしれない。いろんなご意見がもちろんこれはあって叱るべきだと思うし、魔王もそうだと思う。本当に、なのでこの2020年の半ばぐらいから、まあ、ずっと悩み続けていたことで、どうしたら、その悩みというか、我自身の至らなさ、なのに、感謝の言葉をいただいているっていうことに、どう折り合いをつけていけばいいんだろうっていうことに、まあ、悩み続けていた日々があって、やはりそういうことというのは、どなたにも相談ができなくて、そういうことを、悩んでいる、だなんて随分、情けない魔王だと、思うんだけれども、綺麗事というか、だけどな、ある時な、その、皆からいただいたご質問っていうのを一つ一つ読ませていただいている中で、気づいたことがあったんであるよ。ああ、この質問っていうのは、我なんだなって、思うことがあって、例えばその質問に、共感できたり、苦しんだり、それはおかしいよっていう感情が浮かんでくるたびに、その感情っていうのは、その方のもちろん立場になって考えるっていうことももちろんなんだけれども、我自身を重ねていたんだなっていうことに気づいたんであるよ。我も同じように、人の才能を妬んだり、人の成功を素直に褒めてあげることができなかったり、他者からの発言とか、こう言われたことで深く傷ついて、それが未だに抜けないトゲになってて、それが気づかないうちに我の絵の描き方とか生き方にまで
影響を及ぼしているんだなっていうことに気づいて、それを同じように悩んでいる方々のいただいたご質問を見ていく中で、我はそれに気づいたんであるよ。だからこそ答えられることがあるんじゃないか。同じように傷ついて、誰かを傷つけて、誰かを妬んで、誰かに妬まれて、全然綺麗な魔王だとは言えないし、もちろんだからこそ魔王だとも思うんだけれども、でも魔王だったらその悩みに何か答えることができるんじゃないのか、何か声をかけてあげることができるんじゃないか。我はね、いつも質問をもらった方々を見ていると本当に胸が苦しくなって、もし目の前でその悩みを告白されたんだったら、答えを解決するよりも先に大丈夫だよって不安な気持ちを少しでも取り除いてあげたいって思うことが多くあって、でもそれができない、遠く離れたウヌラの住んどる世界と最果ての地ではそれができるわけではないから、であるならそれをちゃんと受け止めて、それを綺麗な大人が言う言葉じゃなくて、こんな魔王でも言えることがあるならそれを言おうと。それは我自身もその悩みとずっと悩んでいたんだなって気づかされたこともたくさんあったし、その悩みを乗り越えられずにもっと苦しむ方もいるんだなっていうことを知れたから、我はこんな我でもよければ、これからもこのレディオクローゼットを続けていこうと思っておる。だから今日はそうやって誰かに助けを求めようと、自分自身で悩みを解決しようと諦めていた我とお別れしようと思う。もちろん弱虫な我だから、そやつがまた戻ってきてしまうかもしれんし、ふぬけた我になってしまうかもしれんけど、でもそんな我がそのままで居続けておっては、この活動を長く続けることもできないと思うであるし、皆のたくさんくださるコメント、そしてお悩みというのが我自身を成長させてくれる。我自身がたくさんのことを知ることができる。たくさんの学びの機会を得ることができている。それを感謝して、ちゃんと受け止められる魔王になろうと思ったので、この100回まで続けてこれたということ。そして、来週から101回目のレディオクローゼットを、より皆に楽しく、そして心の苦しみを少しでも絵を描く立場のものとしてお答えできるように、精進させていただければと思うので、これからもレディオクローゼットよろしくお願いいたします。なのであるぞ。というわけで、いかがだったかの、皆からの疑問質問お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。じゃあな。最後にいつもちょっと冒頭のご挨拶をしていなかったので、この100回記念、な、最後ではあるけれども、いつものあれ、やらせていただこうと思うのである。最果ての魔王、ディープブリザードの、レディオ、クローゼット。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、通知の、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。